こんにちは、北野翔です。 YouTube 動画1本目です。はいファンの皆さんにはすごくお待たせして申し訳ないです。何から話せばいいんだろう。初めましての方はよろしくお願いします。北野翔です。女性向けの AV 男優をやってます。シルクラボとかガールズ CH とか100本以上は出させてもらってると思います。はい、エッチなお兄さんです。こんにちは。本当に YouTube は始めると言ってチャンネル開設してから、ファンの人には本当にお待たせしてしまって申し訳なく思っております。反省しております。ただなかなかこう何を喋ればいいのかなっていうのをちょっと考えて、企画とかなんかやった方がいいのかなとか、こう日常系を配信した方がいいのかなとか、なんかいろいろ考えてるうちにどんどん時間だけが流れてしまって、始めてみればこうやりたいこととかいろいろあるんですけど、とりあえずはこう作品の紹介とか日常の紹介とか、まあ撮影の裏話とか緊張するな。まあ言うて僕は AV 男優もう7年くらいはやってるので、それを踏まえて質問とか、まあ、性の悩みだったりそういうのに乗ってあげられるような存在になれればいいなと思っております。性とかに悩んでる女性が少しでも減るようになればと思って、はい、真摯に取り組ませていただきます。お願いします。まあ今さっき言ったシルクラボとかガールズ CH とかにも出させていただいてはいるんですが、まあ自分でもちょっと始めようかなとは思っていて、もう本当にこういうなんかカメラをね、機材をこう揃えたりとかするようなところから今始めて、まあちょくちょく撮影も一応ねしてはいるんですけど、お知らせできたらなとも思っております。まあ普段こう撮影って大勢の技術さんとかスタッフさんがまあいっぱい周りにいるんですけど、まあ、YouTube で今もう完全に今一人で喋ってるんで、逆にそれがねなかなかこう慣れないというか、 AV の撮影とかも最初こそやっぱり緊張は慣れないうちはねしたんですけど、今となってはチームというか、まあ、一丸になっていいものを作ろうぜっていう感じの雰囲気があるんで、助けてもらってるような気分になるんですね。ただこう今みたいにこう完全に一人で喋ってるってなると、なかなか緊張を分かち合う人もいなければ、カンペ出してくれる人もいないんで、もう喉今カラカラで口パサパサですねはい、一人本当に慣れないんですよね。配信とかねやらせていただいていて、コメントとか結構読めるんで、なんとなくこう喋ってるような会話してるような気分になるんですけど、一人だからね今ちょっと寂しいですよ。なんでまあコラボ配信とかそのうち友達とかとできたらいいなっていうのと、あとはまあこの今動画を編集してくれてるスタッフというか、中学校からの同級生が今編集してくれていて、まあ元はといえば YouTube、 まあいろんなとこからこうやってみないかっていう声はいただいていたんですけど、まあやっとこう友達から誘われて、あ、友達がまあやっぱ編集してくれるならっていう感じで、やっと僕も踏み出せた部分があるんで、友達の協力ももらいつつ更新していければいいなと思っております。本当今日神かみで、ね、本当に申し訳ないです。緊張するな本当に。はい、はい、まあ、なんか楽しくやれたらいいなと思っております。たまにふと覗いた時に、あ、更新されてるわくらいの感覚でゆるく心穏やかに応援していただけると幸いですね。ゆるっと楽しみながらやらせていただければなと思っております。はい、そんな感じです。そんな感じのチャンネルです。こんな感じでゆるっとやらせていただければなと思います。よろしくお願いします。バイバイ。